皆さん、こんにちは、こんばんは。今日もデマルタックン中、今もエグソです。デマンの新ネットマンです。イエーイ、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、もうみんな遊んでると思いますけど、ドカーン、そしてドカーン、ツインパクトシリーズ第1弾、はい、ドラゴン5ファイトとマスターテック2種、スターテック2種、はい、出ましたね。発売されましたよ、どっちも。いや、もうね、すげー遊んでるけど、うん、多分みんなもすげー遊んでると思う。みんなもすげー遊んでると思う、ね、で、ただこの、はい、もちろん豪快ドラゴン5ファイトだけで遊んで楽しい、スターデッキだけで遊んでも遊んだら楽しい、楽しい。だがこの2つを組み合わせることによってミックスさせるとより強く、より面白くなる。おー、デュエマが。なので今日はね、久々ですけど、デュエマの達人なんで、デュエマの達人、デュエマ達人なんで、忘れがちな、忘れがちな、はい、今日は、うん、おすすめスタートデッキ改造プランをご用意いたしました。よっ、デュエマの達人、豪快ドラゴン5ファイトのねカードを使った、はい、10枚だけ入れ替えて、なるほど、デッキを強化したいと思います。なるほど、デッキ強化番組になったわけですね。そうです、今日はデッキ強化番組です。なるほど。じゃあジョーカーズからいきましょうか。はい、じゃあジョーカーズは開けまーす。開けてください。でこのデッキ結構ね、よいしょ、かなり強力なんですよ、うん、もう実は大会でもガンバトラーとかバンバン結果残してるぐらい強力なんですけど、すごいすごい。まずスタートデッキ改造の極意その1、はい、まずは切り札を足せという。切り札を足せ、切り札を足せ。なるほど、だってそうだ、足りないものが弾丸炸裂と言いながら、切り札がない、足りないよね。足すのはバーン、イエーイ、ショットガンジュラゴン。そう、スタート時はもちろん強くて使いやすいんですけど、うん、やっぱね、そのどうしても切り札がちょっと少ない、うんうん、少ないんですよ、はい、やっぱね、切り札を足してあげることが切り札こいつ強化の秘訣です、うんうんうん、なので今回は2枚を、2枚を、ありがとうございます。2枚を足したいと思います、はい、まず置いてきますね。はい、はい、今出して、じゃあ切り札何でもいいんです。あ、自分が好きなカードは切り札。あ、そうなんだ。そう、じゃあジョリーザジョニーとかでもいい。オッケー。でも今回ジョットガンドラゴンを足します。なるほど、これはまず極意するんです。切り札を足せ、切り札を足せ、足せ、はい、2番目、はい、あとは簡単です。おい、切り札を生かせ、切り札を生かせ、切り札を生かせ。なるほど、そう、切り札を足せ。切り札があって、はい、デュエマの世界すっごく強力な切り札たくさんあります。あるある。あとはこれをどう生かすかが腕の見せ所なんですね。組み合わせが大事だからね。もちろんこのジョットガンドラゴンには相性の切り札たくさんありますよね、うん、例えばここに持ってきました、たくさん、おー、いきなりたくさん持ってきましたよ。いいねー、はい、ドローできる画用紙、画用紙、そして強力ブレイクのアヤマンハッタン、あとはトリガーバトルの緊張ラーとアンタップのオケブラザーズ、オケブラザーズ。ジョットガンドラゴンは、うんうん、ドラゴンビッグワンで出た時能力を使えるやつで、ね、で、うん、出た時能力を持ってるジョーカーたくさんいればいい。はい、なるほど、シンプルな。じゃあ出た時能力のやつをいっぱい足すと、はい、そうです、いうことですね。これがおすすめ改造プラン10枚。なるほど、これでございます。わかりました。はい、これジョラゴンスーパー改造プラン。で、あと問題は、はい、デッキ40枚しかないんですよ。おー、あ、そうだ、10枚引かなきゃいけないんだ。そうなんです。なるほどね。さっきの、うんうん、あの極意思い出してください、うん、はい、切り札を生かせってことで、うん、だ逆に切り札とあんまり相性良くないやつを抜けば、なるほど、ってことは出た時能力がないやつを抜けばいいんじゃないの。その通りでございます。すごいね、すごいね、できるようになったじゃん。すごいね。スーパーなのでちょっと失礼します。はい、お願いします。なのでこのデッキではね、まずこのカード、うん、まあ、これも強いんですけど、うん、アリズナヘッドショット呪文、あ、アリズナヘッドショット2枚抜いちゃいます。なるほど。あとこの辺はこの呪文ウラナイス、これも ね、 占 い、 すね、いいカードなんですけど、はいはい、これ一旦抜いちゃいます。3枚、5枚、はい、あとね、あとはもう一つコツがあってですね、はい、改造、はい、あの強いカード入れたからって言って、うん、要は低いコスト、うん、マナクスやったレバーと減らしちゃうと、やったレバーダメよ、そう、デッキが動かなくなっちゃう。やったレバーダメよ、減らしちゃう。実は同じようなコストのやつを減らす。なるほどね。そう、だから5マナのカード足したかったら5マナぐらいのカードをちょっと減らしてあげる。なるほどなるほど。例えば今回ですと遮断球、うんうん、これも強力なんですけど、はい、まあ、ちょっと減らしてあげましょう。はい、はい、5マナぐらいな、ちょっと重め、はい、これで8枚、これで8枚です。あと2枚、おい、あと2枚は足してあげるカードに合わせて、まあ、ちょっとガンバグレート1枚抜いてあげたりとか、うんうん、あとはですね、ズズ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 、あ、これね、まあ、ビッグラボックスでちょっと1枚減らしていきましょうか。あ、はい、今回概要紙出してるんですからね、はい、はい、これで10枚じゃない。そうだね、これだけで、そうだね、いきなりジョラゴンのデッキが完成、完成です。すごい、スタートデッキはやっぱこうやって作っていくのがね、一番多分僕も最初スタートデッキから作ったんで、うん、そういうの結構おすすめかもしれないです。そう、まずは切り札を足す、足す、次は切り札を生かす、なるほど、これです。そうですね、この2つだけ切り札中心に考えるのがやっぱ一番いい。そう、まずセンターを決める、まずセンターを決める。なるほど、大事。はいはいはい、わ、はい、かりました。ってことで、はい、じゃあこれでやります。バーン、自然のデッキの改造プランも来ましたよ。自然も来ましたね。では切り札、自然発揮何でしょうか。なんだ、あ、切り札を足すと言ったら何でしょうか。何でしょうか。大カブト、バーン、いやー、マスターマイルド大カブト持ってまいりました。でもこっちのさ、大カブトもさ強いじゃん。そうそう、強い、インパクトじゃないけど強いです、ね、
強いけど、でもやっぱ足してあげた方がいいね。そうね、切り札を足すっていうのがスターデック大事の極意。はい、はい、切り札を足しましょう。開けます開けます。これもね、切り札何でもいいんですけど、気に入ったカードだったら、はい、いいですけど、今回は僕はこれを足します。なるほど、はい、じゃあ切り札を生かせ、うん、さあ問題です。こいつを生かすカードなんでしょうか。え、こいつを生かすカードなんだっけ。なんでしょう。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ここの姿り、そう、こいつを生かすためには、うん、マナーを貯めなきゃいけない。マナーを貯めなきゃいけない。そうってことで、マナーを貯めるカードを、はい、たくさん持ってきました。はい、なるほど。マナーを貯めるために、はい、あとマナーを貯めつつ、うんうん、マナーを貯めつつですよ、序盤をしのぐってことは、マッハファイター、マッハファイター出番ですね。そうだ、でマッハファイター、山盛り持ってきましたよ。ボントボルト、しかもワタンポーポタンクとか、はい、トテントンタンは、うん、マッハファイターしながらマナー加速できるやつ。ああ、そっか。なのでこの大株でぴったりです。おお、ボントボルトはガッチリ持ってくれる、うんうん、これがボントボルトめっちゃ強いもんね。この大株と生かすためのカードですね、うん、はい、でプラスさらに序盤の守りさらに足したいので、今回このオーロラピカンチ、オーロラピカンチ、あとリガー呪文なんですけど、はいはい、最後の鳥がスーパーシュートリガーすると5マナー加速、薬的ながら一気に大株に届くという、やば、はい、このスーパー山盛り加速コンビ持ってきました。わ、はいはい、終わりました。これが今回の大株で生かすためのカードでございます。はい、はい、じゃあここからまた引いていくわけですね。はい、何枚、10枚ですか。10枚です。これも10枚。はいはいはい、ってことで今回も、うん、失礼します、はい、お願いします。今回も同じようなマナコストとか、うん、あと合わないカードを抜いていきます、うん、はい、なのでまず今回はマナ加速したいので、うん、ドローのトテントンタンを減らしちゃいます。おお、なるほど。あとこのこれもね強いんですけど、テント軽量トリプルブレーカーのマハリヒタンク、あ、マハリヒタンクガンガン攻めたいように使うんですよ、はい、今回はマナ加速して大株取りを生かしたいので抜いちゃいます。なるほどなるほど、マナ加速を抜く、はい、あとはちょっとトリガー、はい、トリガーではマナ加速を足しているので、うん、桜井王も抜いちゃいます。桜井王マナ加速可愛いんですけど、いい季節なのに1マナ、ちょっと5で1だとさ、ちょっと届かないから、はいはいはい、なるほど、もっとガンガン加速したい。あ、そうかそうかそうか、より強い加速を入れてあるので抜いちゃいます、はい、あと2枚です。あと2枚です、はい、あとは、まあ、ちょっとマナ加速、うん、今ワタンポーポタンクの軽いところ出したよね。ワタンポーポタンク、はい、はい、なので軽いところをちょっと抜いてあげる。イチゴチタンク2マナの加速をちょっと減らしてあげよう。はい、6タンク抜いちゃうんだ。あとは、うん、このナハナキリ、今6マナのトテントンタン出してるから、はいはい、ちょっとこの辺を抜いてあげる。はい、これ10枚ね。はい、10枚です。こういうふうに同じようなマナコースのやつ抜いてあげると、うん、デッキのバランスよく解除できる。なるほどなるほど、そうだよね、これおすすめです。もともとのスタートデッキはこうバランスよくまず作られてるからってことだよね。そうなるほど、相性いいカードを入れ替える時に注意なのはマナコスト、はい、マナコスト、はい、これおすすめでございます。はい、ってことでお気をつけください。できちゃいました。もうこれ本当にできた、できた、来たよ。すごいすごい、はい、ちょっと対戦してみようよ。もう早速、これ早速いいぞ。このね、おすすめ改造プラン結構ね、どっちもね、これ強いと思うじゃない、よく考えて。そう、結構改造10枚でしょ。自分でデッキ組むときに使えますから、この考え方は。確かに自分で切り札を考えて、あとはそれ青カードね、たくさん取ってくればいい。これだったらやったらもう1枚、やったらもうね、5枚になっちゃうね。5枚になっちゃうね。ルール違反だね。最初はグージャケットイン先行、やったー、そしていくぞ、ではスタートー、しゃーなんじゃこの手札、ほげー、まあまあそういうことあります、ね、はいはいはい、ゼロゼミチャージタイムです。はい、ドロー、よいしょ、安定感抜群ですか、自然タイムです。ジョジョジョはない、ジョジョないくそー、ノージョジョジョタイム、やべー、よし、ドロ、これはちょっとね、なるほど、しかしバランス悪くないですよ、俺の改造は。チャージして、タイド、お、うーん、やばい、ちょっと、遅い遅い遅い、まあまあまあ、まあ、お互いね、止まったら大丈夫です、タイド、はい、よいしょ、ちょっと軽いが見たいです。なるほどね、よいしょ、これ、うんうんうん、いや、次から動き始めるぞ、こっちは。いや、こっちも動こう。3マナで、はい、スタンカーネ、あー、1枚で、1枚引いて、はい、ここでやりゲットありました。バック、はい、で、3枚目、ね、1、はい、2、3、無色のカードで滑る、はい、うわ、強っ、はい、はい、まあまあまあ、ね、まあまあまあ、アーテナさんの4マナだって、こっちもね、ようやく動けますよ。おい、ボンとボーン、マナー加速して1万2000だったら、もう1万、こい、おお、イチゴチタンク、おお、ツインパクトいいとこ出た、ダメだ。そう、ツインパクトはね、1万2000のクリーチャーとしてもカウントできますから、もちろん。そうですよね、これが強いんだな。そして、じゃあ1マナでジョジョジョか、ね、はい、1、2、3、4、うん、じゃあガンバトラーを入れます。ガンバトラー、おー、切り札、デッキの切り札、来た、切り札、さあ、はい、
さあで、37で、はい、でこれ親の顔より見た親の顔より見たパーだ、ね、はい、で対応ですね、一番夏かな、一番夏かな、しかしでもこっちもね改造した、うん、あれ出していきますから、どんどん来ました。さあじゃあ6番のタップ、はい、レレレン、いくぜし、トテントンタン、トテントンタン、バーン、マッホボイト、マッハ、あ、マッハ入った、そう、なのでこれ潰したスパーリを潰したバーン、バーリーさよ、で、バトル勝ったので、はい、こう勝つ、1枚入れて、マナーに、はい、タイム、しゃー、このマッハファイター増量のオスラスを見るがいい、よっしゃ、よし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 、ドラゴンはね、こいつをちょっとチャージして、3マナでパーリーだ、パーリーマリ、はい、パーリー、もうだいぶ温まってるよ、3マナでパーリーだ、もう一回来た、で、ちょっとね、これで終わりだから、こいつが殴れるんで殴った。あ、ゼノゼミ。あはは、出た。ゼノゼミ、全部でバトルでいきます。はい、まあ、パーリーとバトルするか、バゴン。はい。はい。そして、自分の組じゃバトル勝っていきます。あ、そうだった。これは便利だな、山田。はい。で、タイムですね。はい。これはでも結構、これ、結構いい感じですよ。で、ここは、6マナタップ。はい。でな、花木、リー、マッハファイター。おマッハファイター。マッハファイターでパーリーのアタック。パーリーだー。バゴン。パーリーズバン。バトル勝ったので効果発動。はい。マナーに。んで、これ攻撃になったらマナーに置かれます。マナー爆増え。マナー爆増え。トテントンなんで、スタンガーにアタックバゴン。で、バトル勝ったので、チラ。これはマナーでいいかな。はい。じゃあ、カウントですかね。さあ、無理さアタックするのないんでね。さあ、ちょっとこっちを走して。イバナでやったれば。やったれば、OK。マナタップ、はい、ガンバトラ、うわ、来た、出た時に1体選んでプラス7000できる、はい、でも自分の数は全てあの相手プレイヤーもいるんですね、クリーチャーはだけ、うん、じゃあダブルブレイクできる、ダブルブレイクできます、じゃあちょっと待って、やったらままアタックできる、そっか、死にたくないからこいつをじゃあ、はい、プラス7000します、で1枚優先になりました、全然逃れた、はい、でダブルブレイク、ダブルブレイクバコーン、トリガーな、はい、で、やったらぜ、バゴーン、トリガーな、よし、で、最後です、さあ、いいですか、もうこっちはマナーの手札も十分だよ、もうちょっとよ、こっちは、さあ、でもここはね、残念ながらもういいかなって感じ、いいかな、やばいやばいやばい、10マナーを取っそう、ダーン、出たー、ゴーハテン、つくも語りを発動、そっち、お互いのマナーゾーンから全てのクリーチャーを出す、クリーチャーを出す、ダーン、これでもともといたやつが、こっちが出てきたやつが、で、出た時能力は発動しません、よいしょ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 、こんだけ出たな、真ん中1個になっちゃった、すげえ出てる、すげえよ、すげえ出てるけど、出た時能力は発動しない、はい、じゃあこっちにはマッハファイターが、マッハファイターいると、マッハファイターが5体、うん、マッハファイター使います、これ、はい、さあ始末にかかるから、はい、これはアタックできないから、ここでいくと、まずボンドボルトで、うん、1番やったらやっぱこいつだな、バーン、あーそっか1番6000、バーン、そうで、まず勝ったらとてもとてもバナコス、そして、はい、次のターン自分は攻撃されない、出た超強力、あとはちょっと片付けておこう、お片付けしましょうかね、うん、ボタン投下で、はい、破壊、はい、お互いバナコスの花切りで、はい、アタック、はい、バトル勝ったらバナ加速したとバナに行く、はい、はい、これでパーリー破壊、バトル勝ったらバナ行ってバナ行く、バナ行く、マナーも結構復活するぞ、やばいな、じゃあキングダムオーカブトでハクションマスクにアタックまずマナー加速、はい、した時に破天つくも語り発動、9枚ブレイク、クラウが良い、よいしょ、おお、あるない、うわ、じゃあトテントンさんダイレクトアタック、いやー負けました、そうないのね、トリガーなかったね、ジョルゴン2枚ともここにあった、やっぱ一撃ブレイク強さじゃない、そうそう、いや一撃強いよ、一撃ブレイク強さ、そうなんですよ、でもこれすごくね、もうすごいすごいすごい、キングダムオーカブトで完成してない、そうだね、ジョラゴンちょっと、あとジョラゴンいればだってもうね、ジョラゴンいればよかったのにな、さあ、マナーと引きの差が出ましたな、引きの差が、これだけでスタートデッキが、はい、要はガチのジョラゴンデッキとか、そうだね、ガチのオーカブトデッキに変わるわけですよ、変わる、10枚だけですごい、こんな簡単にそうなんです、できるんですね、だからこれ切り札をまず足す、そして切り札生かす、この2点を意識するだけで、はい、あなたもデーマの達人、デーマの達人になってますよ、あなたもデーマの達人に、なるほどね、やっぱ相性、切り札と相性いいカードはこの豪快ジュラゴン5倍ってたっぷり、はい、いっぱい入ってますんで、ぜひこのカードにらめっこして、はい、
自分なりのこの改造、おすすめ改造探してみてください、はい、自分だけの生かし方を考えてみてください、ね、はい、はい、はい、ということでじゃあみんな、はい、またねー。この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。